はい、それでは武田先生よろしくお願いします。はい、今日はね、やっぱり言霊秘書の重要性ということに関してね、はい、はい、今回の天文さんのカタカムナ言霊会っていうのでですね、そのカタカムナ学っていうかね、今までのカタカムナ理解とは全く違ったね、まあそれでもまあ連続性あるんだけども、全く新たなパースペクティブっていうのが、まあ、開けてきたと思うんですけど、まあ、その根底はね、やっぱり、言霊秘書、まあ、言霊秘書っていうのは、まあ、山口指導の、まあ、著作をね集めて、本でもう今から何年かな、20年ぐらい前にねこちらで、資料を集めて編集した本があるんですけど、まあ、それをね、まあ、かなり深く読まれて、これねなかなかここまで深くね読まれた方ってね今までないんですよね。はい、で山口指導のその家に伝わったというその太まりの御霊とですね、カタカムナ図書のあるいはその稲荷古典ね、の関係っていうのはですね、もうかなりもう1970年代ね、総持商学会で、宇野さんが登場した時から、まあ、僕らもね気がついていて、まあ、大宮四郎先生なんかもねその頃そういうことをまあ、まあ、書いて、おられたわけなんですけど、ただね、まあ、ここまでそれはね深くこう突っ込んでですね、具体的に言霊秘書のこれはこうなんだとねというふうなですね、どこまで深く追求されたっていうのは本当もう天文さんのね、功績だと思うんですけどね。だからまあ言霊秘書っていうのはそういう意味ではまあぜひね、多くの方に読んでいただきたいんだけど、まあ今ね、ちょっと品切れになってしまいましてですね、うん、ちょっとタイミングがね、せっかくこの本が出た時に、品切れなんですけど、まあ、早急にこう、まあ、増刷したいなと思いましてね、でまあその、まあ、予約、天文さんのところでも、まあ、予約できるような体制でお願いしてますんでね、ぜひ、よろしくお願いしたいと思うんですけども、まあこの今何て言う、まあこうスピリチュアル部分みたいな形でね、まあその中で言霊っていうことを、まあ、割とねみんな気軽に言っちゃう人多いんで、これはたまちょうどこの前もねやはりこの猿田彦チャンネルで、ね、三枝さんとそれから天文さんもねいろいろおっしゃってたと思うんですけども、今の人っていうのはもう何て言うかな、まあ単にねなんかこう、まあ、ありがとうといえばね、いいことがあるみたいなね、まあそれ中にはねそれなんかもう1000回言いなさいとか1万回言いなさいとかねそんなこと言ってて、それおかしいということは僕も、まあ、前にですね八幡チャンネルの方で少し喋ったことがあるんですけど、まあ、今の人っていうのはその過去の例えば言霊学とかのその先人とかですね、これまでの、まあ、蓄積があるわけですよね。この神道霊学の、かなり膨大な、情報蓄積があるんですけども、それをねいきなり、まあ、そういうとこ全く見向きもせずですね、まあ、適当にやっちゃうみたいなね、でそういうのはもう僕はあんまよくないと前から思ってたんですよね。なので、このカタカムナ言霊会のね最初の原稿を持ってこられた時に僕はこれは出すべきだと思ったのはね、そこはやっぱりその天文さんはねかなり深く追求し、もう僕らなんかよりももう全然読み込んでらっしゃるわけなんですよね。だからそういう、ね、みんな今ね日本の伝統とか日の本の伝統とか言うんだけどね、全然そのまあそれは口で言うだけでね本当の伝統とは何かっていうことを、全然分かってない人多いですよね。だからその例えばこれもう旧かなもちゃんと読めないね、あるいはそのもう旧漢字もちゃんと読めないね、でなんかこういう原点と言うとね、いやもうそんな読めませんみたいなこと言ってる人が多いんですけどね、まあ天文さんがほとんどね別に独学でね、これ全部読み解かれたわけでしょ。やっぱそういう姿勢っていうのがねこれから求められていくんじゃないかなと、まあ、僕は思ってるんですね。はい、はい、ありがとうございます。やはり古代史とか、まあ、古事記とか特に古事記もそうなんですけど、古代史を研究している人も例えば竹内文献だとかいろいろあるんですけども、やはりその基礎となるのがこの国学の第一の文と書かれている言霊秘書の瑞穂伝というのが、あらゆる古文書を読み解く上での基礎としてものすごい大事なもんだなと思うんですよね。はい、今国学してたんですけどね、やっぱりその国学の、例えば四大人
まあ、その一番先頭に立ってるのがですね、加田の東麻呂なんですね。でこの加田の東麻呂という人は、まあ稲荷、伏見稲荷のですね、神主の、まあ、家に、生まれて、はい、高田なんですね。でこの加田の東麻呂の今度弟子が鴨の真淵っていう人が出て、そして元織さんが出て、そして厚種が出てくるって、まあこういう形なんですよね。で実はね、その鴨の真淵の、御遺構っていう、まあ、本がありましたね。この中に、稲荷の酒に伝わる、五十音図を、加田の東丸より受けて自分は、展開しましたということが書いてあるんだけれども、この正体っていうのは分かんないからね、元織さんとかはこれかなり否定的だったね。そんなことその片家のですね、そんな古典みたいなものを、ね、自分は知らないと。これはその鴨の真淵がそう言ってるけどもっていう形で、まあ、否定的に、取られてたわけなんですけどね、実はそんなことなくってですね、表に出てる加田家の伝承とは別にですね、実はこれはね、この今の小津山市長のですね、この中にね、まあ、これ本当ね、この小津山市長ね、解説もね、これバッチリ全部揃ってるんですけどね、はい、まあ、この中でね、これは大宮先生がね、書いてらっしゃるんですよ。これ5つも、まあ、この中でね、この本の山口指導と、神大学っていうところでね、片家古伝と水穂伝というのがですね、この本のですね、706ページに、書かれてますよね、はい。そうするとね、そこで実は、その、加田の東丸全集っていうのは、まあ、世の中にも出てるんですけど、まあ、そこに未収録のね、加田家古伝という写本がですね、実は密かに伝わってたと。言って、まあ、その内容書かれてるんですね、はい。だからその実はやっぱりね、まあ、この神道っていうのはその表に出る部分と裏に伝えられる部分があるんですよね。 で例えばその加田の東麻呂全集っていうのに出てるのはね、これをまあ加田の東麻呂が書いたりしたものが出てる。でその一方で加田家古伝っていうのがねあるんで、ただね、これは加田の東麻呂自身が書いたというより、加田の東麻呂の古伝に基づいて、あるお弟子さんがその道を説かれたのをですね、ある人が、まあ、筆記したものなんですね。でそういう流れっていうのが、ずっとあるからね。例えばその今の水穂伝でですね、その山口指導が、自分のところの家に、太まりの御霊っていうのが座ってたと。で刀の乗り行きにあったのが1816年やね。山口指導さん生まれたのは1765年です。1816ということは、これ40歳の時に彼は稲荷古伝というのをですね、刀の東麻呂の、こう何代目なのか、刀の紀行っていう、まあ、この人表向きにはですね、京歌、京歌ってザレ歌ですね、五七五七七の和歌のザレ歌の首相として、まあまあ、当時、そこそこ有名な方だったんですけども、まあ、その人から、稲荷古伝というのを伝えられたという話から、この水穂伝琴留書始まるんですけどね。で一般にはね、いやそんな、あんまりほんまかいなみたいなね、その学術的にはね、ほんまかいなって言ってるような人は多いんだけどね、実はちゃんとそういう形で、鴨の真淵もですね、その片鱗を知ってたわけなんですね、はい。だからそういうことが、でそれを、まあ、全面的にですね、今までの人はただ稲荷古伝の片鱗だけじゃ分かんなかったよね、鴨の真淵さん分かんない。だけどその山口指導班はその自分の家に太まりの御霊っていうのが座ったので、この1816年に稲荷古伝伝授されたね。この2つを突き合わせたらですね、これはもう大変なもんだと、いうことがですね、彼は、気がついて、でそれから、1831年ですね、この天保、その1831年ということはね、この人はもう31です。これね、すごいんですよね。1765年生まれやから62歳やね。ね、62歳でですね、水戸に書き始めるんですよ。すごいバイタリティやこれね。で今みたいにね、言うときますけど、そんなことね、パソコンとかワープロとかある時代じゃないですからね。でも書いて、でそれを今度印刷したってね、その今みたいにね、DTP も活字もなくて、要するに木版で彫っていくわけでしょ。でも3年で、1834年でこの水穂伝っていうですね、が出るんですね。でこれはまあ、ある意味遅咲きなんやね、この人はね、遅咲き。もう本が出た時は64歳とか65歳でしょ。ね、それぐらいでこの水穂伝で、でもそれまでに彼はもうすごい蓄積があったやつをその年でバーンと吐き出したわけね。で彼はね、なんでこんなもしすごい、
あの年取ってバイタリティやったからね、そのこともね全部この本に書いたよね、これね。で、神風の息っていうのがね、この神風白、神風のね、白尺の神風白っていうのがあってね、で、これ神風の息と読むんですね。で、ここで、で彼はその天地とあの自分は息を合わせるある方法を知ってるとね。まあね、山口指導はその人間は小宇宙だ、で大宇宙の振動というか呼吸ね、大宇宙も呼吸してるわけね、その呼吸と合わせればあのすごく健康を保って長生きできるんだと。で彼はだから実際すごい長生きなんですよ、当時はもう1842年やからね、はい、亡くなったのがね1765年生まれの42年生まれたらもう77歳か78歳ぐらいまで、今の僕よりもっと上ですわね、もう元気にしてたわけね。でもね、ただ彼はねすごい元気あったのね、これ急にね亡くなったからね、これなんかねあの暗殺されたんちゃうかっていう噂も当時あったみたいなんですね、はい。まあ、あのそういう形でこの山口指導という人はその神風の息っていう天地の呼吸、それからと人間の呼吸が一致する、まあ、それがまあ一つの言霊の、 あの行法的な伝えみたいなね、それ具体的にどうするということはこれは書いてないんだけどもね、まあ、その辺は今天文さんがですねいろいろ、研究されてると思うんですけど、まあ、そういうことによってですねこの人はまあ非常に 長寿を保ちですね、そしてこれをまあ明らかにしていったわけですね、はい。だからあのことそういう意味ではその言霊の、息っていうのはね非常に実践的な面も含んでるわけなんですね、はい。だからそういうことをまずやっぱり、抑えていかない、こういう国学の流れっていうことをちゃんと抑えていかないとね、あの神道のことなんか全然わかんないですよね。だからねこれはね人間ってやっぱり、ね、視野を広く持たんといかんわけですよ。でたまたまね、山口指導の言霊学っていうのは例えば大本教にねすごい影響を与えてるわけなんですね。だけど大本の信者さんはねそんなことあんまし なんかねあのもうこうなっちゃうからね、あんまりその もちろん出口鬼三郎聖子偉い人も僕も尊敬してますけど、まあ、例えば出口鬼三郎を語る場合でもねやはりこの水保伝とかですね、あるいはもう一つは例えば中村公道大塩に真澄ね、この辺のやっぱり国学の言霊学に戻ってですねやっていかないとよくわかんないのね。だ例えばこのさっきも見てたらこの出口鬼三郎のね、三鏡っていうこれね、この中にね、左手は火を表白手の意義と柏手の意義ということでね、左手は火を表彰し右手は水を、表彰すると、白手をすると左右を合わせて神ね、神人水の神となりて声を発す、その音高となると、であの言霊は上がる、まあの言霊は円盤具足し、はの言霊は四方に開くの意を表し、王の言霊は螺旋を表す、すなわち拍手によって神なる声が天地の間に広がりゆくなりということをこの中で述べてるわけなんですね。でもこの思想ですね、この考えのもとにあるのはやっぱりあの水保伝だよね。だからこの、左が火、そして、右が水を表彰するとね、こういう基本的な、これは古神道の基本概念ですね。ここをまず押さえていかないといけない。ただね、これはあの非常に相対的なものなんですね。これこの本のですね、まあ、この本も、ね、当然これ見てる人はね、これ絶対持ってると思うんですよね。これは持ってなきませんよ、これね。少なくともこれはね、カタカムナを語る人はもうこれ絶対あの必読ですよね。で、この中にね、あの、水保伝の、 あの序文のね、現代語訳も出てますよね。どこ書いたよね、これね。で、あの今このね、例えば右は水ですと、左は火ですとね。で、これはもういいですね。しかしね、これ彼はね、ここがすごいところなんで、山口指導のこの言霊を理解していくのはね、2つある、火と水とね、もう1つは太と陽という概念があるかな、ね。で、例えば右は水です、左は火ですと。しかし、右の手で左を打つときは、右の水は火となり、右の水は火となり、左の火は水となって音を出しますと、こう書いてあるわけね。で、そこで火と水の対比と今度、対という、陽という対比でですね、非常にこう、弁証法的にですね、あのこの人は、弁証の動きっていうのをね、あの捉えていくんですね。もうこれはすごいと思いますよね。はい。こういうところの感覚っていうのをね、あのやっぱり、まあ、この本を読んで、で、さらにできればやっぱりこの原点にですね、これね、今予約募集しておりますんでね、このバーという本ですけど、この言霊師匠ですね。まあ、これ、ね、難しいなと思うけど、その大して難しいないよ、これ。はい。
まあ、これぐらいのもんをね、やっぱり原点を全部やっぱりね、読んでいくということがね、やっぱこれから の, その神道とかね、その日本の伝統というんであれば、やっぱり絶対にそれぐらい僕は必要だと思うんですね。それはね、続けずまで私はね、読めとは言いませんよ。ね、でね、源氏物語を別に原点で読めとは言わない。だけどこれ江戸時代天保年間です、1800年です。もうそんなにはね、めちゃくちゃ現代語とは変わんないわけね。だからこれぐらいのもんやっぱり、皆さんこれから読んでいっていただきたいと、思うんですね。それでこのやっぱりこのもうちょっと言っておくとね、この鯛と陽というのね、ほんで鯛っていうのはですね、形がないね、陽になって働きになって初めて現れるわけやね。この辺の説明っていうのがね、非常に分かりやすいですね。で火ね、ファイヤーのですね、にはこう実には形がないと。だけどまあこれがだからあれだね、片仮名でいわゆる戦勝だね、戦勝界のまあ形に見えない。だからそれはね、型に現れる、形になるね。そうするとそれが陽の働き、陽の働きとしてこの燃える炎が出てくると、まあこういうところですね。はい、こういうそのまあこれね、本当弁証法的な、ものの見方です。この辺をやっぱり、こう一つ体系づけたというところに山口の、ね、言葉の意義があると思うんですね。それからちょっと、まあ、西暦に直すとね、今言いましたように1800大体、30年代ね、まあねこの頃はやっぱりね、自分たちの話している言語とか母語に関する関心というのはね、例えば、まあ、ヨーロッパでもあったんですね。その、ヤーコブ・グリムっていう人がね、そのドイツ語文法っていうのをね、ちょうど出したのは1819年ぐらいですね。で、言葉の成り立ちっていうのはどういうのかということがですね、やっぱりこの頃、関心持ってたわけで、関心持ってたんだけども、それはそれぞれの国でこう別々にあった、ね、で日本だけはやっぱりこの一番まあ、ある意味進んでたっていうかね、そのヨーロッパ式のいわゆる言語学とは全く違うね、言語学としてですね、この言霊学っていうのがやっぱりこう天保年間、形成されていったわけですね。でそれはまあこうだんだんね、近代化の中で地下に潜っていくわけね。だから例えばその明治維新でね、まあ国家神道体制みたいなのができてくると、この神道の本質っていうのが忘れられてね、もう単にこうなんていうの、こう国家の収支と言うとね、聞こえはいいけど、それって完璧に神道の本質が失われて、儀礼的なもん、あるいはその国民道徳みたいな形にね、なっていくわけでしょ。でそういう中でこういうものってやっぱり地下に、潜っていくわけね、はい、だからその出口鬼三郎なんかね、それを大正時代にまず彼は大元教の中で復興していくわけね。でだからその大正時代になってもね、まだね、元利さんとかね、この辺はメジャーね。で平田篤もある程度残っていって、だけどもう明治大正になると、この山口市長の言霊学なんていうのはね、もう忘れられてしたんだけど、出口鬼三郎はそれに注目してですね、で大元源霊学としてまたそれを再興していくと、まあそういう歴史があるわけですね。はいはい、ありがとうございます。でも言霊秘書の、はい、僕はずっとカタカムラと言霊秘書をこう読み合わせて、はい、分かったことが、はい、言霊秘書の中には名前は書かれてないんですけど、はい、この加賀家に伝わっている稲荷古伝をまとめたと言ってるんですけど、はい、では加賀の龍頭太が弘法、はいはい、大師空海に稲荷古伝を授けて、弘法、ええええ、大師空海が瑞穂の伝えをまとめたっていうふうに確信してるんですよ。はい、はいはいはい。その言霊の一元のノリの中に、うん、空海が唐に渡った時に、うん、唐から海を眺めて日本のことを思うシーンとか描かれてて、はい、ところどころに空海のこう気持ちっていうのが、うん、瑞穂伝の中に書かれてるんですよ。はいはいはい。だから山口氏とか編集はしてるんですけど、その元のこの源霊学の瑞穂伝をまとめた人物というのは空海がいて、でまあ加賀の龍頭太がいて、で加賀の龍頭太っていうのが国東と宇佐神宮を改ざんした任門菩薩っていうんですけど、はいはい、これと同一人物につながってくるんですよ。はい
はいはいはい、そういう系統がこう見えてくるんで、この水穂伝っていうのは、うん、ただのこう言霊の源霊学の本じゃなくて、うん、かなりその、まあ、奥深さっていうか空海にもう直結してる本だっていうふうに思っています。うん、まあね、あの空海そのものがね、いわゆるその梵字を借りてね、はい、梵字を借りて言霊を説いてたわけだからね、彼はね。掃除実相の儀とかっていう本もありますし、彼は、まあ、真言っていうのはそうでしょ、真言って真実の言なんだからね、はい、ある意味言霊ですよね、はい、まあ、それをあの空海はですね、その仏教的な装いを借りながら説いていったわけなんだけど、彼はその意識の中ではですね、その非常に古い、太古のあれとこうつながってたと思うんですね、はい。この言霊秘書を現代語訳したのが岡本天明になってくるんですよね。そうなんです。だからあの岡本天明さんの、この現代語訳のですね、あ、これですね、今、はい、水穂伝ね、岡本天明さんの現代語訳の、だからまあ、あのこれは今でもね在庫ありますんで、まずこれを買っていただければいいと思うんですけど、あのただこれは、言霊、あの水穂伝の、何巻かな、最初の水穂伝のこれね全部じゃないんですよね、6巻までしかね、彼はあの翻訳が、まあ、当時としてはまだ完成しなかったんですね。それから今、天文さんがおっしゃった、言霊、一元の法則ありませんか、この辺のもんというのはね、あのいわゆる木版本にもならなかったのね。これは十秘の密書としてですね、あのあちこちに伝えられたのが一元の法則っていうのはね。浅草の神社で見つかったのはどういう、確かそうです、あのこれの解題に、詳しく伝来の由来が書いてあると思うんですけども、あのそういう形でいわゆる写本というかね、まあ、当時そのオープンしていいものはまあ木版本になるんですけど、これは口伝だよっていうのは写本の形でね、お弟子さんたちが写していったですね、まあ、それがまあ、あの本当それが平成の世になってですね、活字に、なったわけなんですね。だからまあこれはね最初に読むと、まああの一応分かりやすくあの現代は書かれてますんで、ね、まあ、これをガイドにね、まあ、最初分からんとこあったらこれとこれと読み合わせてね、付き合わせていくとね、分かりやすいと思う。ただね、あの天明さんはね、残念ながらね、この最初のこれね、大事なのは、あの最初の序文ありますやろ、はい、そこに入れましょうということで、現代語訳を、入れさせてもらうと、やっぱりね、この序文とかいうことをやっぱりね、あの読むとね、分かりやすいのね。であのこの本はね、でこれ見ていってもらうと分かるけどね、最初どんなあれ書いたら、こんなね、これ序文はもう、うん、非常に難しいです。ね、さらに水穂伝の序っていうのがあるのね、その著者である山口指導先生による序文の前にね、水穂伝序っていうのがね、これはね、当時のあの摂関家のね、人が全部これ最初漢文でですね、これはいかにすごい本かという、これもねまた機会あればね、ちょっとあの YouTube かなんかで、あのこれのちょっと読み下し講座もね、やろうかななんて思ってますんですけどね。それから、こっちの方はさらにね、あの仁義博やね、だからね、これ2つね、あの非常に偉い人のね、もう序文がある。でこちらの方は仁義博家のですね、仁義博はやっぱりこの序を書いてるんですね。だからあの山口氏はその仁大学っていうのは京都でね大変な評判になってですね、京都の、まあ、朝廷ですね、あのもう朝廷に彼の、言霊がっていうのはこの時代受け入れられて、そしてみんなだから仁義博も、だから当時のね、この江戸時代天皇というとね、あの幕末の孔明天皇とかが有名なんですけど、この人天保年間のね、あの孔覚天皇っていうのがですね、実はその、朝見復興というかですね、まあ江戸時代っていうのはさ、ほとんどね、まあ鎌倉時代は、まあ、あの幕府と朝廷のまあこう二重権力状態があったんだけど、それからまあこうだんだんあの武家がね、強くなってきて、江戸時代になるとね、まあ、そのいわゆる何て言うの、宮中並ぶに公家諸法度っていうのはね、もうそのあの京都 の人たちはね、まあ、ちょっと勉強だけしなさいと、ね、まあまあまあ、確かにね、えらい勉強してるんですよ、ね、あのお公家さんって言うとね、普通なんとかでなんかおじゃりまするわっつってね、このなんか時代劇なんかとか漫画とか見るとおじゃりまするでね、アホみたいなのやるけど、確かにね、あの幕府からね、お前ら勉強せえって、勉強だけやっとりゃええねんって言われたから、でこんなね、
こんな見事なね、あの漢文書けませんよ普通。まあだからね、私はよう勉強してたんですよ。で、だからね、あのそれだけじゃなくて、やっぱりその幕府と の, あの政治的な対抗でね、なるほど、まあ二重権力言ってもほとんど、うん、もう幕府がね10としたら、まあ、もう朝廷なんて当時はねもう 1ぐらいの、まあ、権威制だけだったんですけどね、それをこう朝権をこう高揚しようとしていったのが光覚天皇で、あの天保年間の天皇なんですね。だからその一説によると、先ほどのこの山口志蔵ね、暗殺説っていうのはその幕府にやられたんじゃないかという説なんかもね、昔ちょっと一時 あったぐらいなんですけど、まあちょうどそういう時代ですね。はい、まさにその夜明け前の時代の、はい、前哨戦みたいなのがあったということですね。はい、ありがとうございます。いや、なんか言霊師匠ずっと僕はカタカムナと重ねて合わせて読んでると、言霊師匠という水穂伝という書物が言霊一元の祝詞の前にも結構こう単語で漢字のこう言霊の意味がバーって書いてある、はい、前半部分、ええ、ああいうのはカタカムナとか古事記とかを読み解くための書物として作られてるなって、はいはい、読み解くための書物、だからその普通のなんていうの日常語を読み解くというよりも、そういういわゆる神典っていうか、そのうん、古事記だとかそういう古伝書ね、あるいはそのカタカムナの響きのようなですね、この、天の世界からこう来たですね情報系をこう、まあ、一つ読み解くための道しるべですね。それで、水穂伝ではその各、言葉のね意味っていうのがこう一行ぐらいしか述べられてないんですけど、この一元の法則でねすごくこう詳細にね展開されてて、天文さんが現れるまでこれ語る人がいつでもね、大体この水穂伝だけだったんですよね。それまあ天明さんも水穂伝で、まあ、水穂伝非常に大事なんだけども、これやっぱりね一元の祝詞にまでね踏み込んだっていうところがね、やっぱりね、まあ、そこまでね読み込んだ人ってね、まあ、これまでいなかった。でもそこまで読み込まないと、例えばそのカタカムナのね、言葉の意味っていうのはですね、なかなか、浮上してこないわけですよね。はい、一元の祝詞がカタカムナを解くときに一元の祝詞の一語一句が全部カタカムナを読み解く構成になっていて、はい、そこからまた一元の祝詞からまた言葉をこう一元の祝詞で開くっていう、はい、階層を開いていく方になってるんですよ。はい、だから何度も読んでみて、だからその辺がねやっぱり非常にこれ不思議な書物ですよね。さっきそういう弘法大師の話出ましたけどね、ここにいわゆるイロハの法則もね書いてあってね、イロハの法則っていうのは要するに生命がねこう受胎して誕生するまでのことはこのイロハという形でですね述べられてるね、もう非常にこのなんとかねこんなねすごい宇宙論をねその江戸時代の時期にねやっぱりその展開、普通じゃちょっと展開できない、やっぱりその英知っていうのはどっから来たんかなっていうのはあると思いますね。はい、なんか最近だと火付神事とかもちょっとおかしな解釈のが出回ったりするじゃないですか。あれね、おかしな解釈というよりね、あれそのね何とか神人とかいう人がね言うてるあれ、大火火付神事でね、あんなもんね火付神事と関係ないというかね、あの人勝手にねそのなんていうの書いてるわけでしょ。でまあね確かにその なんかわーっとわからんうちに書いてるんやろうけどね、それはね本当の、ね、そんなことでね国と子たちの狼の系統ですと、自分はその何出口直それの系統ですと言ってるけどね、もう全然関係ないですよ言ってること見たらね。だからその辺今の人ってね元のものを見ないから、例えば言霊を言った時に言霊師匠ねこういうの知らんからね、知らんでしょ、知らんから片っぽでね言霊っていうのはなんかもうありがとうっていうのが言霊だみたいにね勘違いしてる人がいるわけですね。それから棺神事って言ってもね、棺神事今度うちでね今僕原点棺神事って今までねその棺神事のなんていうのかな、いっぱい中川さんとかもね出してはりますけど、その元のですねこの数字と、まあ、暗号文のようなものですね、これってね実はもういつやったかな、もう1970何年にね重い金甲州さんという人がいててね、この方がまあ僕も
あの食してたんですけどね、タイプ印刷で出されたぐらいのものしかなくってね。で、まあそれをね、今回うちの方でね、僕今ちゃんと全部振り仮名振ってね、やってるわけなんですけどね、そういうなんていうの、あのもうよすっ飛ばしていきなりね、あの自分の考えだけでね、まあ、新しいことをやるのはいいんだよ僕ね、ある意味天保さんが新しいことやって、でちゃんとね、あなたの場合はやっぱそのちゃんと基礎を経てやってるんやけどね、まあ、他の人ってね、いきなりそんなもん見向きもせんとね、ね、あの思いついたまま言ってるからね、どん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 、まあ、おかしくなってくるわけですよね。それから竹、ね、例えば竹内文書にしたってね、あの竹内むっちゃんとしてね、あのいたね、竹内むっちゃんのなんか正統派言うけどね、あの正統、どこが僕あれ正統なんかよくわかんないんだけど、その前に本当の竹内文書っていうのはね、うちでも定本竹内文書っていうのを出しますしね、高祖高大神宮さんでは神代の万国筆に出してるわけなんですよね。でそういうの知らずにね、今の人ってね、いきなりね、あのすっ飛ばしていくのはね、これちょっと どういうことかなと思うんやけど、まあ一つはね、このまあ YouTube っていうのはね、講座やって、まあ僕らもねこうしてあなたとですよ、話したやつをね YouTube にアップ、ねしたりするわけだから、まあそれは役に立つ面もあるんだけど、で気軽に、ところがまあ YouTube でね言うとね、これは普通のテレビ局やとかやったらやっぱりね、あんまおかしなこと言えへんのかさ、もうこれ自分でやってるわけやから、何言うたってええみたいな人がいっぱいいるわけでしょ。でその中にはもちろんね、なかなか面白いこと言うてるなと、僕なんかね若い人でも、この人面白いこと言うてるなって人もいるんですけど、もうその一部覗いたらね、もうほんまにね、これアホちゃうかいうようなね、あの状態なんですよね。でまあこの、まあ、こんな状態がね続いていく、それでね口だけ言うんでね、そのにあの日本の伝統とかね、あの日本の神道がね偉いって言うけど、お前さんさ、ちゃんと読んでんのかとね、まあ、読んでないですよこれ。だからね、そういうのはね、あの僕はそのやっぱり最近のあの風潮というのはね、あのよし悪しで、もちろんだからこういう動画とかでこう見ていくのがいいけどね、必ずやっぱりこの書物に帰ってね、であの原点を確認していくっていうかですね、あの自分なりにね、それはこれまあね、あのその辺の漫画と違いますからね、そのスラスラ読めるもんじゃないんだけど、まあこの一言をね、どういうことなんだろうとね、例えば、まあ、例えば重返してこういろんな意味変えたらね、これはやっぱり自分のこう想念に当てはめてね、これはこういうこと言ってるんだということをですね、やっぱり、自分の中でね整理していくっていう、作業がないとですね、これは口でね、そのあ日本の伝道だ、日本の神道が偉いって言ったってね、そんなもあのダメになっていく一方だと思うんですね。だから 今こそ、こういう、うん、やっぱり原点資料、まあ僕のところはね、うちらはもうずっとあの1980年代からずっとそういう原点資料、やっぱりその神道の原点資料を出すということだったけどね。で当時はね、やっぱりね、みんな勉強するんやね、あのそうなんね、割と若い人とも勝ってね、みんなよ勉強しちゃったんですよね。まああの先生がいるんですね、女の先生なんですけどね、いやその人にね、いや昔お世話になりましたって言うからね、いや私別にあんたの世話した覚えないんですけどね、ムーでね、あの八幡書店の広告見てね、ものすごいその記事見て感動してね、それなんか2万円かなんか1万8000個忘れてはたいて買ったと。だからね、その人はね、実はそのあれあのなんていうの、レディースっていうか、あの暴走族やってはったよね。ね、だからあんまね、自分でその時あんま勉強してへんかったけどね、それ読み出さにね、うちの本ね、読み出さに、ただこれ戦前出た本ですからね、だからそれ気軽に読めるわけじゃないんだけど、それはね、あの勉強したりしにね、あのだんだんその古文とか、その日本のね、そういうあの古いものに興味を持つようになってね、もうそれこれをスラスラ読みたいためにだよ、ね、うちの本をスラスラ読みたいために勉強してですね、でまあ、そのうちにその人はその、まあ、オカルトから離れてあの、まあ、国文学者になりはったんですけどね、もともと自分がそういうのにあの行ったきっかけは、まあ、あの八幡書店でそういうふうな、ね、あの原点を復刻してたからだということを、まあ、言ってはりましたね。だからそういうふうにやっぱりあの当時の人はね、あの本当あのよく読まれたんですけどね、今の人はその 原点とかもそのすっ飛ばしてね言うからね、で、まあ、それじゃやっぱりその本当の新しいものは出てこないと思うんですね。それは上っ面だけになる。ちゃんと古いものを土台にしながら、やっぱり新しい地平を開いていくと。まあ、それをだから僕はね、あのものすごくあの天文さんにはね、あの期待してるんですね。はい。そんなことで。はい。はい、ありがとうございます。それでは今回特別にですね、この言霊秘書を八幡書店の方でまた新しくするときに、ちょっと特別価格を設定していただいたんですよね。結構、とかでプレミアがついちゃって高くなっちゃったり品切れ状態になってたんですけども、
今回新しく増刷するということで、定価が1万8000円です。1万8000円に消費税が、今回は、1万5000円に消費税という形で、5000円に消費税という形で、予約をね、はい、していただければ、はい。最初、これは限定何冊とかはありますか？うん、あのね、まあ、そんなに大変大きな部数はすれないん でこれね、やっぱり今回ね、ぜひ申し込んでいただきたいのはね、こういう本ってさ、なんだろう、この本ね、でもね、実はね、逆に言うとね、最初に出たのがですね、1992年にですね、初版出てるんですよ。この30年の間にこれ2回ぐらいね、また知ってるわけということは、逆に言うとその古い方、僕ぐらいの世代っていうか、僕あるいは僕より、まあ、10歳ぐらい下の、方でですね、この神道霊学言霊に興味持ってる人っていうのは、まあ、結構そんだけ、これ買って いただいたわけなんですけど、そんだけだからもう あるところには行き渡ってるんでね。そうするとこれ今回また増刷するっていうことになると、また新しい方に買っていただくと、いうことになるんでね。で、なるべくね、若い世代の人にも読んでいただきたいんで、もう1万8000円のところ出血でね、1万5000円にしてとりあえず、するとね、数百部ですけどすると。でもこれがね、なくなるとね、ほんと月きついですよ。これね、なくなるとね、すぐ、これはね、変な話だけどね、例えば今ね、掃除小学会誌だってね、あ、すごい値段なってるでしょね、プレミアスであんなのね、最初の掃除小誌の一号なんかね、もう宇野さんは良心的にね、別にお金に困ってる人じゃないからね、外交官のね、あれ奥さんでしょ、500円とかね、考えられんような800円とかね、これほんまにいいんですかみたいな値段で売ってはって、ね、それからこう分厚くなったって大してそんなもんね、2000円とか飲むでしょ、ね、だけどもうね、プレミアついちゃうと、そういうなっちゃうんですよね。だからこの世界はね、やっぱりちょっと早いもん勝ちみたいな、僕らの世代の時はね、そういうのを買っちゃってたんですけどね。ただね、言えることはね、ただ当時ね、考えてごらん、僕ら1970年ですよ、73、4年頃からこの道に入ったわけですよ。その時本なんか全然ないんですよ、ね、こんなのもうないですよ。この山口一堂のもんなんか読むのに、あんたもう値段ね、逆に言うとこの木版本みたいな、なんぼしたから値段ね、めちゃくちゃしたから、そんな美味しい子にマス見たって、そんなもんないやんね。で、金井南流先生のとこ行ってね、これちょっと読ませてくださいと。あんた心がけなんて、じゃあそこで読んでいけと。これコピー取ってってもいいやけど、コピー取ってってもええよ言われたってやで、あんた。当時コピーの値段なんかね、今だと全然違うんですよ。そんなもん1枚ね、あんた100円とかね、下手したら、ね、200円とかね、取られるんですよ。そんな簡単に言うけどね、もう70年代とか、そんな感じ。それで80年代に八幡書店が登場してね、いろんなもんをこういうふうに復刻し始めたからね。だからね、80年代にちょうどこの道に目覚めた人はね、割とそのうちの本で、こう80年代90年代はそこそこ流通してたんで読めたんですけど、それからまたこうね、30年経つとですね、今の世代の人っていうのはね、もうなんかね、欲しいなと思っても、できてもちょっとうち今それ品切れですとね。でやっぱそれね、観光するにはね、そのなんか 3人ぐらいの人が欲しいですって言われたんです。うち印刷するわけにいかないんでね、ちょっとご不便をおかけしますけど、今回はね、やっぱりこの、ね、天文さんのね、力も借りてですね、ちょっとできればもうちょっと早めにね、印刷に、こぎつければと思いますんでね、もうギリギリの価格でやりたいと思います。ですから、ぜひ皆さん申し込んでください、はい、ありがとうございます、はい、ぜひこの機会に国学第1の文と書いてある、はい、水穂伝収録してある言霊師匠ですね、はい、下の説明欄に申し込みフォームありますので、そこから申し込んでいただければ1万5000円に消費税で送料込みということで、はい、先着順になりますので、どうぞそちらから、お申し込みください。はい、よろしくお願いします、はい、ということで今日は武田先生ありがとうございました。はい、どうも。はい、またよろしくお願いします。はい、どうも。失礼します。
涙の色はエメラルドブルー、宝石みたいに光ってる。流れ星を見上げていたあの夜も。